プコンプコンは、チリのラ・アラウカニア州カウティーン県の都市。面積1429平方キロメートル、人口約1万4千人。プコン市は、首都サンティアゴの南650キロメートル、州都テムコの南東100キロメートルに位置する。標高227メートル。名称は、マプチェ語で、山脈への入り口を意味する。湖と火山に近く。 そして特に夏の気候の穏やかさから、プコンは観光地として高い人気を誇っている。プコン成立の期限は、1883年2月27日、アラウカニア制圧作戦中に、地理陸軍によって設けられた取り殿に求めることができる。その後は、移住者と先住民族とが共存する形で、牛の放牧場開拓や森林資源の活用が行われ、 これらが経済を支える主要な産業となった。19世紀末から20世紀にかけて、ドイツ系などの多くのヨーロッパ移民が住み着き、彼らの手によって1930年代以降から観光地としての定裁が整い始めた。国有鉄道布設プロジェクトの一環として、グランホテルプコンが建設され、同時に小規模なホテルが営業を開始し、これらは都市に活況をもたらした。 ビジャリカ火山やビジャリカ港をはじめとするいくつもの山や湖、自然保護区や温泉など、プコンを取り巻く豊かな自然環境は、当地を一年を通じた地理のアドベンチャーツアーのメッカなら占めている。夏には、湖で水上スキーなど、ウォータースポーツや日光浴を楽しめ、河川でのホワイトウォーターラフティングやカヤック、釣りも盛んである。 ハイキングやキャンプ、登山やジップラインなどの野外スポーツやバードウォッチングの敵地も多く、牧場での乗馬も体験できる。冬にはビジャリカ火山のゲレンデでスキーやスノーボードに興じることもできる。そして一年を通じて温泉を楽しめるのもプコンの魅力である。ありがとうございます。